ジャバーベアジア新聞チャンネルの矢田美洋でございます。今日はワクチン外交に関する話題となります。昨日産経新聞で日本のアストラゼネカ社製のワクチンの一部を台湾へ提供するということを検討というニュースがありましたが、これに関して早速ご妄答と言うべきなのでしょうか、そういった言論がツイッターでは出回っているので、まずはこれを取り上げます。ご存知かと思いますが、簡単に産経新聞のニュースを読み上げます。政府が新型コロナウイルスの感染拡大でワクチンの確保が課題になっている台湾に対し、国内供給用に調達するイギリス製薬大手アストラゼネカのワクチンの一部を提供する方向で検討していることが分かった。複数の政府自民党関係者が27日明らかにした。ということで、すごい嬉しいニュースではあるものの、まだ検討段階ということなので、最後にはしごが外されないかちょっと心配しております。どこかの国の肩を持つ野党勢力がいますし、与党内部でもそういう勢力がいますからね。はい、そして次に自民党の1階派、3階派の細野豪志議員のツイートですね。日本が台湾にワクチンを供給で協力するのは当然のことだ。東日本大震災の時のご恩を忘れない。これは NHK が報道した台湾蔡総統ワクチン調達中国の妨害で難しくという記事を引用してのツイートでした。細野議員の過去のことに関しては今回は私はあれこれ言いませんが、このツイートに関しては思わずいいねを押してしまいました。で、ここからが本題というか、やっぱりなぁということとして、中国が台湾のワクチン購入を妨害したということから、台湾に対する嫌がらせ、そしてこの日本からワクチン提供は日台の関係強化にもつながるため、中国政府からの圧力はあるでしょうけれども、我々一般市民に対する世論への工作もし始めたのではないかと思えるようなコメントがちらほら見かけられるようになりました。工作なのか、ただ単に思ったことをつぶやいているだけなのか分かりませんけどね。はい、今までの傾向から予想される妨害的な意見としては、何よりも自国民ファースト、他人を思いやる気持ちも大切だけど自国民を優先させてというもの、まあこれはごく当たり前のことですが、状況を見なければなりません。次に、期限切れになるから台湾に渡すなんてそりゃ台湾人に対して失礼だよというもの、そして台湾はいらないよと言っているものというものが出ると予想しておりましたが、案の定先ほど細野議員のツイートのリプライや引用ツイートにはそんな声が日本人なのかもしれませんが、まあ流暢な日本語で書き込まれておりました。ただほとんどが細野さんいいぞとか、ご恩を少しでもお返ししないとという声でしたけどね。はい、実際にいくつかコメントを拾ってみましたのでご覧ください。途中ところどころで私の意見を述べたいと思います。ちょっとトゲのある表現かもしれませんので、そういうのは苦手だという方は戻るボタンを押してください。国産ワクチンを供給するなら恩返しになるけど、使うのをやめている在庫処理みたいなものだからな。廃棄するよりはるかにいいことなんだけど、すっきりしない。まあ、なんでアストラゼネカのものを供給することが恩返しにならないのかと私は疑問に思います。次行きます。東北産農産物、海産物の輸入禁止措置解禁での条件で台湾に協力やな。輸入禁止とワクチンは関係ないですよね。というか、国民投票で決まったものなので、民進党に圧力かけても、外交カードにしようとしても無駄なんですけどね。次行きます。万が一、日本が提供したワクチンを接種したことが原因で、台湾で健康被害が出た場合はどうなるのでしょうか。お気持ちだけではなく緊急事案とはいえ、この部分はしっかりと取り決めをしておいてほしいです。副反応で問題が発生した場合は台湾が責任取るので心配はありません。ちなみにこの供給検討というニュースを受けて、台湾の陳時中部長はもちろん歓迎する、早期の実現を望むと前向きな姿勢を示しているので、こういう発言は中共を有利にさせる可能性があるということですね。敵へ塩を送り、味方へ毒を送る日本。小林氏と同意見、やめた方がいいよね。台湾も国民を削減したいのかな。毒かどうかは台湾当局が判断するので問題ないと思いますし、先ほどあったように歓迎するとありますから心配無用ですね。恩を仇で返すことにならないことを願う、わら。この人は心配しすぎなんでしょうかね。次行きます。安易に賛成できないな。親日だからとかですぐ騙される日本、ちょろいぞ。台湾は親日も何も台湾は困っているんだし、日本は日本側で問題があるんだから供給してるんだから OK でしょう。
台湾に確保したワクチンの一部を支援するのはいいことですが、東日本大震災で支援した国、台湾は国ではないが、は台湾だけではないです。台湾だけ特別視するようなツイートは控えるべきです。他の国でも妨害されていて特別視するなら問題かもしれませんが、台湾がどれだけ妨害されているのかを知らないんでしょうかね、この仕方は。細野さん、東日本大震災の時は世界中から支援していただきました。台湾だけってなんかおかしいでしょう。インドなどワクチンの絶対数が不足している国にこそ供給すべきです。他の国にも支援も大切ですが、台湾が妨害されて入手できないという点にも注目すべきですよね。次いきます。台湾はワクチン不足していません。政治的理由でドイツのワクチンが入ってきてないだけです。いえ、国内産ワクチンができるまであと少しですが、現状としては不足しているのには変わりありません。次いきます。本に着せるのもいいけど、台湾はまだ福島の農産物輸入規制してるんやで、国内農家守るためかもしれんけど、台湾は台湾で虫が良すぎるわな。ほんで、台湾も mRNA ワクチンの方が欲しいに決まってるやん。日本でも AZ ワクチン打たんのに。この件と福島の件は全く関係ないですよね。国内農家を守るためではなく、中国国民党の反日工作で国民が不安があって国民投票の際に禁輸継続に票を入れたためでございます。日本側のアピールが絶対的に不足しております。再開を求めるのであれば微力でも構いません。自分自身も福島を含む5県の食品の安心安全をアピールするべきです。次いきます。国民党支持者からの意見だと、上海の代理店から買えばいい話で、台湾政府はコロナの失策を中国との問題点にしたい。総統は学歴詐称しているし、問題の多い政権です。上海の代理店からは購入できません。もし購入したとしても、政府からの承認がないので、接種はできません。しかも、もし国民党が本当に国民のことを考えているのであれば、1月2月の段階で承認申請を行っているはずなのに、今現在もまだ承認申請すらしていないなんて、口先だけいいこと言って、民進党政権批判をしているだけに過ぎません。また失策を中国のせいにするとかありえませんね。今台北市、新北市で拡大しているのは国民党や親中の市長が指揮を取っているからだと揶揄されているくらいですからね。ちなみに学歴詐称は何度も言っておりますが、もう決着しております。なんだこの人、国民党支持者かと思うくらいのツイートですね。次いきます。台湾だけが義援金寄付してくれた風潮はもううんざり。支援してくれた国、政府は他にもたくさんありますよ。気持ちより金額なんですかね。細野さんのツイートから台湾だけが義援金寄付なんて一言も言っていませんよね。金額も気持ちも大切ですが、まずは台湾が中国から妨害されているという点を考えましょう。確かに苦しい時はお互い様だ。しかし東日本大震災の時のご恩を忘れない。この言葉、何度も何度も聞かされる国民の身になってもらいたい。パイナップルの時もそうだが、お互い様を知らないのは非礼な台湾。便利よく押し付けるな。お釣りが出るほどお返しは済みだ。私はまだ全然恩返しできてないと思っております。パイナップルなんてほんのわずかな恩返しにしか過ぎません。そしてそもそも恩返しなんて見返りを求めてはいけません。そして冒頭の苦しい時って、今台湾が苦しい時なんですけど、矛盾だらけのツイートですよね。蔡さんが中国提供するワクチンを断って、 BTN の代理が中国だから妨害されたふりをしているのに、政治パフォーマンスする台湾に協力する義理はないと思うけど、細野さんよ、このアカウントは常日頃から反台湾、親中寄りの発言をするので、まあさもありなんていう感じですよね。ちなみに BNT の代理ってあくまでも中国がドイツ BNT と勝手に台湾でも販売できるよって一つの中国の原則を掲げた契約を結んだだけで、台湾にとってみれば中国経由または中国で製造されたものを買うことには変わらないので、きちんと手続きを経なければならないんですよね。東日本大震災の恩返しという名目で台湾にワクチンを送るというのはいかがなものかなと思ったり、だってあの時支援してくれたのは台湾だけじゃないでしょ。全世界から支援を受けたんだから台湾だけ優先するのは不公平だし、それを見た他国の人々はどう思うだろうとか思ったり、確かに東日本大震災の恩返しという点だけを見て考えると台湾だけに供給はおかしいですが、台湾がワクチン入手するのに様々な妨害が入っていることを考えると全然問題ないと思います。他の国々はどう思うかという点は、
台湾は妨害工作が全くない状態であれば、おいおいなんで台湾だけと思うのは全然問題ありませんが、 WHO に加入している国であれば、 WHO に加入すらできない台湾ということを説明すれば納得できると思います。蔡総統は製造元から購入してこそ品質と安全性が保証されるとおっしゃられているのに、日本で使いあぐねているからどうぞと言われても先方は困惑するだけです。素直に受け入れられないようなことをするべきではないでしょう。先ほども紹介しましたが、陳時中大臣はもちろん歓迎、早期実現を望むと言っていることから全く問題ないですよね。むしろ蔡総統の中国に対する牽制の意味を含めた発言を引用して、台湾に供給しても困惑するだけと主張するのはいかがなものかと思います。で、最後ですね、台湾を助けたい気持ちはわかる。しかし日本人多数がまだ未接種の状況で他国に支援する考え方は時期尚早である。しかも血栓症の可能性があるアストラゼネカ製ワクチンを提供するのは日本人には接種を留保しているのに、逆に台湾に失礼ではありませんか。まず日本の接種を加速させてからの話である。このユーザーの名前は非常に高貴な理想を掲げておりますが、言っていることは結構反台湾的というか工作員臭さを私は個人的に感じます。今回の産経新聞の記事にもあったように、公的接種の対象外になり、もしかしたら保存期限を迎えるかもしれないという部分を考慮して検討に入ったわけであって、日本人を優先せずに台湾に供給というわけではないんです。それと台湾当局はアストラゼネカ製ワクチンが供給されることを歓迎しているので、それを失礼だというような主張をして情報弱者に対して、そうだよな、失礼になるかもしれないね、それと日本人を優先させるのが政治家の務めだよねみたいに思わせる手口なのかと私は思っております。ちなみにこのお名前、経典愛人、ツイッター上でも YouTube としても見かけるんですよね。たまたま同じ名前なのかもしれませんが、YouTube での書き込みもどうも反台湾的というか、ミャオフォーさんの公安白書の内容を知ってもらおうという動画に書き込まれたものなんですけども、公安白書の特に工作活動に関する部分の拡散に反対しているという点では工作員臭いなぁと思っているわけでございます。まあこのような熟語を名前にする人はたくさんいるでしょうから、同一人物かどうかは分かりませんが、いずれにしてもツイッター上でも YouTube 上でも経典愛人という名前はちょっと気をつけなければならないなぁと思いました。ちなみに今は見られなくなってしまったのですが、この経典愛人という名前のアカウントが過去にアップロードしていた動画は中国賛美の中国語の動画でした。それを私が指摘したら非公開にしたところを見ると怪しさ満点ですよね。まあ私はインテリジェンスの専門家でも何でもないので、あくまでも一人の一般人の意見として捉えてください。はい、以上が細野豪志議員のツイートに対するリプライのご紹介と私の個人的なツッコミでした。ちょっとトゲのある表現だったかもしれませんが、どうもいかんせん台湾へのイメージダウンを図ろうとする発言にはカッとなってしまうんですよね。お見苦しいところをお見せして申し訳ありませんでした。一応念のため申し上げますと、大多数が賛成的な意見が多かったということです。最後に、昨日は突然のライブ配信を行い、100人以上もご覧いただくというありがたいものでした。本当にありがとうございます。しかしですね、コメント欄を見ると通知が来なかったというものがありました。次回ライブを行うときは、まず YouTube や Twitter などで事前通知を行おうと思います。ただ、次回がいつになるかわかりませんけどね。ごめんなさい。はい、本日は以上となります。それではまた次回をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。